はいどうも、ものづくり系 YouTuber の麦茶です。ハロウィンが近くなってきたので、ハロウィンといえばこれって感じのモデルを 3D プリンターで 3D 召喚していきます。今回作るモデルはこいつ、ジャックオーランタンです。僕の中ではハロウィンといえばこいつのイメージが強いです。モデリングの様子はこんな感じ。フュージョンで作ってます。フォームを使って球体からかぼちゃの形にしていきます。かぼちゃの形を作るのは意外と簡単ですね。解説が面倒なので早送りです。ほんで、小技的なやつなんですけど、普通にシェルでくり抜くと断面がこんな感じで、 FFF 方式 3D プリンターで作ろうとするとここにサポート材が必須になっちゃいます。ただ内側にサポートがつくのは結構うざいんで、こんな感じに平らに埋めちゃってます。こういう形状は少し垂れるんですけど、サポート材なしで作れちゃいます。3D データは概要欄のリンクからダウンロードできます。顔が好みじゃない可能性もあるんで、顔なしのデータも公開しておきます。プレビューはこんな感じ。10時間21分かかります。2色印刷しない方は5時間8分かかります。印刷のコツは最後に紹介します。 3D プリンターはフラッシュフォージのクリエイタープロ2を使います。召喚中はこんな感じ。左右のヘッドを切り替えながら、オレンジの PLA と蓄光 PLA を積み上げていきます。召喚が終わりました。不要な支えを消し飛ばします。ヘタの部分をアクリル樹脂用の接着剤でくっつけます。はい、完成しました。どうですか？結構可愛く作れた気がします。なかなかいい感じです。それでは電気を消してみましょう。光らせるとよりハロウィン感が出ますね。左は蓄光フィラメントなので暗闇で光ります。ただ右は普通の PLA なので、スマホのライトで光らせてます。それでは印刷のコツを紹介していきます。まず内側はブリッジになっているので、サポート材は不要です。印刷の設定はこんな感じ。左ヘッドはフラッシュフォージのモデラ PLA オレンジ、右ヘッドは同じくフラッシュフォージの蓄光 PLA を使います。色はグリーンです。今回使う蓄光フィラメントはなんか糸引きがしやすい印象なので、ノズル温度は低めにしています。サポート材は外しやすいようにモデルのスペースを十分に空けて、上面レイヤーを入れています。本体のセッティングが微妙だったり、反りやすい材料を使う場合はラフトを入れるといいかもしれません。僕はほとんどラフト使ってないですけど、ラフトを使うのは恥ずかしいことではないですね。二色印刷するときは左右のパスが重なってしまってノズルが詰まらないように押し出し率は下げておきます。あとは印刷前に XYZ 軸の調整をしておくと失敗しにくいです。はい、今回はジャックオーランタンを 3D プリンターで 3D 召喚しました。季節やイベントに合わせたモデルを作るのも割と楽しいですね。とりあえず母がハロウィンっぽいものを作ってって言ってた気がするので、こいつを送ろうかと思います。動画ご視聴ありがとうございました。他にもいろいろ作っていますので、気になる方は見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。